神奈川県立相模原中等教育学校は、神奈川県相模原市南区相模王の4丁目にある、公立中等教育学校。中高一貫生友学校。神奈川県立相模王の高等学校を母体校として2009年に開校した。校長は藤原恵子。副校長は大川原博之。科学論理的思考力。 表現コミュニケーション力、社会生活実践力の3つの力を育て、次世代のリーダーを育成することを目標にしている。神奈川県立平塚中等教育学校とともに、神奈川県では最初の県立中等教育学校である。各学年は一律160人。6学年まであり、1年次から3年次が全期生4年次から6年次が後期生である。 クラス1年時及び2年次は、各学年5クラス。3年次から6年次までは、各学年4クラス。担任、副担任と、各クラスに共有が2人ずつつく、一般的な編成である。3年次から6年次にはその他にも、学年担当の共有がいる。一般的な H 型に配置され、屋根は、霧妻屋根を採用し、エンタシスを模した柱を3本配した。 正面玄関、黄土色の塔や、各所のステンドグラス、吹き抜けの図書館など随所にデザインがある。北塔、西塔、南塔、東塔、中央棟に分かれ、中央棟と体育館の下に、ピロティがある。塔屋を除き3から4階である。色調は全般にアイボリーホワイトで、屋根の部分は焦げ茶である。土地などの制約上プールがない。校内の前提は、 赤レンガ時期、中庭は幾何学模様で、前提左奥の施策の象形には、レプリカの埴輪を配する。体育館は2階部分にあり、1階部分は一部ピロティである。グラウンド周囲は、マテバシーで覆われ、校内は、松や桜などの木々で囲われている。テニスコートは4面設置されている。駐輪場は2箇所あり、高速場。 主に高規制が使用する。校舎内には基本的に土足で入るので、下駄箱がない。10周年記念式下では、告白は音楽室の隣と言っているが、これは当時の生徒会が考えたものらしく、そこで告白する生徒もいるとかいないとか。6月に開催される、青い緑祭体育部門、9月に開催される、青い緑祭文化部門、12月に開催される、 芸術祭がある。芸術祭は、合唱部門、展示部門に分かれており、それぞれほぼ同時期に開催される。公募で、神奈川県在住のグラフィックデザイナー奥野和夫の作品を採用した。2009年1月19日に、同校より奥野へ、交渉認定賞が交付された。教育目標にある、心身ともに、健全、高い知性と、豊かな人間性を、 ペン先に表紙、相模原中等教育学校の頭文字 S の3本のリボンには、生徒が、科学、論理的思考力、表現コミュニケーション力、社会生活実践力の3つの力を備え、しなやかに成長していく様を表している。翼の3枚の羽は目指す、生徒像を表し、次世代を担う人材に成長することを託している。 母体校の休校下に同校生徒が新たに作詞した4番目の歌詞を補って完成した。仲間との出会いを中心に書かれており、2009年6月9日に発表された。交渉もスクールカラーである演じ色を基調にデザインされている。学年ごとに学年カラーがあり、青赤緑とローテーションしていく。体育儀の名前の文字色も青赤木とローテーション。 していく。学校に入学するには入学者決定試験を受ける必要がある。調査書と適正検査、グループ活動の検査を実施して入学者を決定する。配点は適正検査で600点、グループ活動200点、調査書100点である。毎年男女80名、合計160名の生徒を募集し、2009年度は16倍の倍率となった。 2010年度に男子で8.54倍、女子で10.03倍となってから緩やかに減少してゆき、2018年度入学予定の志願倍率は男子で7.50倍、女子で8.54倍で、前年度より女子の倍率は増えている。相模原中等教育学校の入学者選抜には適正検査が存在する。適性検査は愛と通があり、 時間はそれぞれ45分間ずつで、配点はそれぞれ300点ずつである。水泳や体操の中体練や交代練には、過去には有志による参加が行われていたが、現在は不許可となった。野球部は2016年、2021年夏の全国高校野球選手権神奈川大会において4回戦にまで進出した。 クラシックギター部は2015から2019年と5年連続で全国学校ギター合奏コンクールにおいての最優秀賞受賞、全国高等学校総合文化祭出場などの実績を持つも2021年度は最優秀賞受賞ならず6連覇には至らなかった。吹奏楽部はクラリネット四重奏で全2本。 アンサンブルコンテスト全国大会出場などの実績を持つ。コーラス部は神奈川県合唱コンクールにおいて初出場でギニ賞を受賞した。ありがとうございます。